はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。62歳じじい様、シングルマザーは究極の節税方法様、お手紙いただきました。日本様、ヒロリン様、シンテラ様、ココナッツ様、トトト様、カエデ様、焼きトウモロコシ様、お手紙も、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金及び河野太郎裁判費用に当てさせていただきたいと思います。メール等院新年会、紀元節の会、ご応募ください。ハンドルネームで、ご応募できます。昼にですね、東中野の町中華生態号さんに、行ってまいりました。ひとっきり迷惑中国人に付きまとわれて大変なことになってたところですね。香港独立っていう大きな横断幕やら、大きめのプーさんぬいぐるみがですね、習近平が土下座してる本持ってるやつとか、迷惑中国人の手配書手配ポスターなど、迷惑中国人撃退グッズが増えておりました。お一人ですね、実習でも、外国人実習制度反対でも、廃止でも、に来てくれた方、いらっしゃいました。60代の男の人かな。例の迷惑中国人、一旦は大連に逃亡したんですけど、再来日したので、現在は大阪に潜伏しているそうであります。すげえ迷惑ですよね。大阪でもですね、こいつが、現れたら、すぐにプーさん、とかですね、すぐに香港独立、台湾独立の、横断幕を掲げるであるとかすると、こいつなんかビリビリ動画とかいうやつに投稿する動画撮りたくてこんなことやってるみたいなんで、まあまあ録画できねえ、それ公開できねえってなったら、まあいいですから、そうやって撃退してください。川口市卵公園の卵トイレが破壊される、ドアタンクホルダーすべてを破壊されておる。自民党市議会議員、防犯カメラにすべて記録されています。集団不良外国人の仕業です。この人ですね、自分の子供がクルド人に殴られたかなんかで、クルド人のことしか、ツイートしませんから、中国人の犯罪、川口市における中国人の犯罪であるとか、ベトナム人の犯罪については、この人スルーしますから、まあ、クルド人ですよね。で、防犯カメラの映像を見してもらったのかな、この人な。それとも、警察からクルド人でしたって言われたのかな。世論です。やはり強制なんか無理。そのうち自販機も標的に、だんだんとエスカレートしてますな。ぜひ録画の公開を。大阪の童話地区でも同じことがたびたびありました。逮捕と送還を希望。多文化強制とか言ってる市長のせい。新藤義孝と和田政宗は仕事しろ。テロリストの破壊工作、逮捕して弁償させろと。録画あるなら逮捕されると思うんですけど、逮捕されたらトルコ国籍なんだろうな、きっとな。難民ずらす時はクルド人でさ、欧米からの旅行者、日本はトイレが無料、便座が盗まれていない、すごい。ウォシュレットなんか、公衆トイレでウォシュレットついてるとこ増えてきましたけれども、っていうか都内はほとんどそれですけど、外国だと盗まれるんだってね。すぐに盗まれる。なんで便座も盗むのか全く分かんないですけど、私には売ってもいくらにもなりそうもないんじゃない、あんなもん。まあ金になったとしても数百円、全くの意味不明なんですよね。日本人以外はですね、後先と損得を考えずに、壊せるものは壊す、盗めるものは盗むって連中なんでしょうかね。欧米でもですね、田舎は便座盗んだりするやついないらしいんで、まあ便座盗んでんのも欧米のあの連中かもしんないですね。数増えたからね。それともアッターがですね、異教徒の公共施設を破壊せよって信託下したのかよ。こいつらが悪さすればするほどアッターの評判が地に落ちますよね。アッターはそんなこと言ってないとなったらば、じゃあお前はアラーの言うこと聞かねえんだから地獄行きだなって言ってやったら減るんじゃねえのかな。まあ犯罪を見つけたら、アッラーがそれやれって言ったのかよって、アッラーはそれ許してんのかよ、そんなことで言ったら、じゃあお前地獄行きだな、
言ってやった方が平気かもしれないですね。旅行者の田んぼの真ん中に、欧米からの旅行者ね、田んぼの真ん中にポツンと自販機あるんだって、うちの国なら一日で盗まれるって言うぐらい何でもかでも盗むと、川口もいずれそうなかもしれないですね。強制は無理、欧米でもそうだが、特にイスラムとの強制は無理なんですよ。システム的に無理、物理的に無理。なぜなら、イスラム教の本質が軍規だからです。軍のルールだからです。ムハンマド率いる教団がですね、史上初の武力によるアラビア半島統一を成し遂げたんですよ。つまり教団は武装集団、軍隊だったのね。ムハンマド率いる軍隊だったのね。そこのルールがイスラム教の基礎ですもん。他の文化と共生できるわけねえだろって話。軍の規律だもんね。連中があの軍旗を曲げるわけないでしょ。ムスリムがあの他国に合わせることを一切しないから世界中で揉めてるんでしょうね。あろうことがね、あの湿度が高くて伝染病の恐れがあるね、日本で土葬墓地よこせとか言ってるしね。川口でもいずれ言い出すよ。土葬墓地作って税金で運営しろって言い出すよ、これ。多文化共生、外国人にも暮らしやすい街をとか、寝ぼけてた奥の木信夫川口市長が国に要望書提出。1、不法行為を行う外国人においては、厳格に強制送還、していただきたい。仮放免者が就労できるよう、制度を構築してもらいたい。仮釈放下に国法を使わせてやってほしい。市長、不満いっぱいですよ。国に対しては。仮放免で帰る人は何パーセントいるのか。国はそれさえも発表していない。なんて言ってましたけれども、世論です。1はともかく2と3はクルド人のための提案になってるな。居心地よくしてあげてどうすんだバカ市長。徒党組んでるし被害者面ひどいし本気で迷惑。トルコ政府が放置してるのは大問題。この市長は仮放免者が働けるようにした人物の一人じゃなかったか。川口市長お前もで。奥の木多文化共生っていうのやめろ。一度入ればこっちのもの。支援団体が居座りを支援してくれる。奴らが日本に馴染むとは到底思えない。外国人を増やせばいいという考えが異常。そもそも入国させんなやと。これ NHK でやってた報道なんですね。全部見るとですね、あの国が悪いって思わせるような番組になってました。2、就労可能にしてくれ。3、国保使わせる。で、居心地良くしようとしてバカなのかな。やっぱ寝ぼけはどこまで行っても寝ぼけなんでしょうかね。この奥の木って市長。いくつだか知んねえけど、相当な年ですよ。自民党の市議会議員みたいに、自分の子供が殴られないと目が覚めないバカ市長ね。不法滞在でも働けて、国保も使えたら、合法入国者と何も変わんねえじゃん。制限なしじゃん。そんなね、何の制限もないなら、ずっと不法滞在で行っかって、なんだろうがバカ市長。すぐ盗まれるんで、川口には自販機置けない。すぐ盗まれるんで、川口には工事現場に重機置いておけない。学校で日本人が少数派になってしまった。学校給食が大声に負けてハラルになってしまった。そんな未来ももうすぐですね。こんなバカ市長がのさばってんでは。そうなったらですね、あのバカ市長もバカ銀どもも目覚めんのかな、川口の。未だに寝ぼけてんだから、それでも覚めないかもしれないですね。とにかくあのイスラムが悪さしたら、アラーがそれやれって言ったのが、で、言いましょうよ。で、そうじゃないって言ったら、じゃあお前アラーの言うこと聞かねえんだから、地獄行きだわ。言ってやりましょうよ。そしたら少しは減るかもしんねえからね。総務省で開かれた会合で NHK、ネット提供を必須事業として実施する以上、相応な費用負担をお願いすることになる。まあ、金取る宣言。受信機を設置したら、受信契約をお願いする。従来の制度との整合性が重要と考える。まあ、あの、スマホ持っただけで、お前ネット番組見れるんだっつって金取んのかっていう話なんですけど、支払うことで初めて視聴できる形とは違う形で実施を想定。つまり、スクランブルはしないと。スマホや PC を保有してるだけでテレビを設置したと同等とは考えていない。徴収の条件は視聴する意思が外形的に明らかになるような何らかの積極的な行為と考えている。現在様々なケースを検討している。時期が来たら改めて説明したい。世論です。何この回りくどい分かりにくい言い方。インフラただ乗りの分際で傲慢が過ぎる。テレビ関係者の傲慢さがここにも。スマホ買った時で NHK に払うようなら
暴動、つまり一般有料サイトのようにはしたくないと、総務省の天下りどんだけ入れてんだろう。海外にタダで番組見させてるのはいいのか。日本人からだけじゃなく全世界から徴収しないと不公平だぞと、支払うことで初めて視聴できる形とは違う形で実施を想定、つまり払わないと見れない一般有料サイトやスクランブル放送のようなことはしたくないと、そんなことしたら取れる金減っちゃうじゃーんって考えてんですかね。どこまで強欲なんでしょうね。他の有料サイトみたいにですね、 ID とパスワード発行でいいじゃんかって思うんですけど、徴収の条件は視聴する意思が外形的に明らかになるような何らかの積極的な行為と考えている。現在 NHK プラスは視聴アプリをダウンロードした人から撮ってるみたいなんですけど、そのこと指すんでしょうかね。でもそれだとあのスクランブル放送と同じでは、払わないと見れない方式なんで、もっとあのずるいって検討中なんですけどね。アプリダウンロードしなくても見れるようにしてさ、であのアクセスがあったら、アクセスあった見たなっつって金取りに行くとか、そういう手を考えて、るんでしょうか。ネット事業が NHK の必須業務、本来業務って言ってんの実は NHK だけです。総務省も有識者会議もそんなこと言ってません。 NHK が一方的にですね、中期経営計画の中でほざいてるだけでして、ネット徴収に失敗するとですね、案外 NHK の致命傷になる気がしますね。これなるべくずるい手を模索中みたいなんで、今後も要監視、何かあったらあの報告と解説いたします。自民党5月までトリガー条項発動は事実上困難と国民民主に説明、増税メガネが減税なんかするわけないと思って、たけどやっぱりだった。世論です、やっぱりなって感じ。形だけの無意味な条項、やる気なさすぎ、やりたくないだけだろ。現場に負担とか、どの口が現場に負担かかってって、今更だろうな。インボイスの現場の負担は無視してサクサク導入したのに、こんなんじゃねえよやるんだよ。自民党環境に、現場に負担がかかるから無理とか言ってる、あるいは財務省に言わせられてる、みたいなんですけれども、インボイスもですね、低減税率も現場の負担なんか無視したよな。あの LGBT と低減税率、税理士の負担半端ねえんだって。税理士さん計算がややこしい。LGBT 理解増進事業をなんかやらなくちゃいけなくなった自治体、一体何をやれば。ポカーンとしてんですよ。現場の迷惑、利権団体、中中団体の LGBT 協会がですね、あの講師を派遣するってことに落ち着くんだろうけど、財務省の言いなりの岸田政権じゃ1円の減税も無理ですわ、こんなん。群馬の森朝鮮人追悼碑撤去に韓国 SNS、 こんなので日本をパートナーと呼べるのか。いやいや、お前らね、あの竹島の住んでる不法占拠している敵国人だから、お前らはパートナーでもなんでもねえから。世論です、お前らのパートナーは北朝鮮だろ。パートナーとか何の話ですか。張り切ってノージャパン運動どうぞ。はっきり言って韓国は日本の敵です。日本に旅行に来ないでくださいね。パートナーではありませんので、約束守らんやつなど最初からパートナーではない。これはあの群馬県との約束破ったことを指してんのかな。撤去費用3000万円早く払え。パートナーどころか竹島住んでる敵国だしね。韓国人は日本が韓国をパートナーと思ってくれてるって誤解があるようだが、それ全くの誤解ですね。メンヘラがって、おめえはストガーだってね。何にも思ってねえよって。すぐ手首切るブスっていうのは歴史に残る見事な名言でしたね。全くそのもの。日本は韓国が存在しなくても何も困らんし、こっちみんなって話、付きまとわれて気味悪いっすよね。その他のニュース、経済安保法案、重要情報漏洩は懲役5年以下、500万円以下の罰金、またはその両方。薬事法違反がですね、懲役3年以下、罰金300万円以下、ですから、結構重めですね。これで産業スパイとか減っといいっすけどね。産業スパイとみなして、一般スパイを捜査、取り調べできないんだろうが、日本お得意の法解釈で、国交省、能登地震で埋まった大阪トンネルの復旧を断念。状況がひどすぎて不可能。山の上に重機上げらんない。その重機上げたら上げたで、山崩れかもしんねえって状況なんだって。となるとあの別なトンネル掘るとか、山散々崩して、まあ、平らにして道作るかってことになんでしょうかね。被災者さんたちの早い日常の回復を願っております。
食用コオロギを扱うクリケットファーム、2億4290万円の負債を抱え倒産、だって気持ち悪いしさ。あとあのコオロギって、毒だってあの漢方に書いてあるしね。テレビと太郎がゴリ押ししたけど入れなかったですよね。これはネットの勝利って言っていいんですかね。ネットでうー気持ち悪いって言ってたから。2023年のコンサルタント会社倒産が過去最多。経営のプロのはずなのになぜなぜお前ら経営のプロじゃなかったのか。自分が倒産してどうすんだ。他の業種にあれこれ口出してアドバイス、してる場合が自分らが潰れて、笑っちゃったニュースでありました。というわけで、メール当院さん大募集であります。懇親会も大募集。あとなんだっけな、あ、チャンネル登録してくださいチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。